いやあ、刹那圭介だよ。今回は箱庭の歌やっていきたいと思います。テトラストライク。ロード。前回、これ見てみ見てみ見てみ水着会だったんだ。前回の放送、先週の放送見れなかった人残念だね。でも YouTube 見る俺のアカウントを見たら見れるよ。水着会だったよ。よっしゃあ。あれ前回どんなのやったっけ確かなんか二人っきりになったんやな。なっちゃんの、まあ、なんつうか、なんだろう、なんていうかな、なっちゃんの目論見で、まあ、二人きりになりました、りょうすけと、小鳥ちゃん。その状態、こんな剣幕で言われたら、うなずかざるを得ない。それより、焼きそばとか、アイスとか食べてみたい。え？ああ、じゃあ、焼きそばは無理だけど、アイスなら帰り道に、商店で買ってあげて食べようか？こくり。なんだか、小さい子供みたいだな。あ、前回もうちょいやっとけばよかった。これこんなところで切れるんだったら前回もうちょいやっとくべきだったね。あ、ギリギリ時間が足らんかったけどやらんかったんやけどな30分ぐらいして夏行きたちが戻ってきた。おう、なんか釣れたんかお前ら。おい、鮭とか釣ったんちゃうかお前。コナミが右手に魚を持っている。本当に釣れてるちょっと待って、釣りに行くとは言ったけど、釣りだもんなかったはずやぞ、お前ら。え？なんなん？お前ら、クマなん？クマの技術も、クマって言おったような気がすればなんか。俺はクマとか、それは確か、コナミの方かな。あ、クマのぬいぐるみって言おったけど、まさか、クマのぬいぐるみだけでこんな魚を取る技術。釣ったの？どうやって？まさか、あんな手があるとはね。さすが兄上じゃの。めちゃくちゃ気になるんやけど、原始的な方法なんかな。俺には絶対真似できん。だからどうやって、どうやってなんどうやってなんや、教えてくれ、気になるやろもうこの枠30分経った頃までまだ気にしとると思うよ。これ教えろやお前ら。川から帰る道、もう空は茜色に染まり始めていた、うん、じゃあまた明日。お、じゃあな、小鳥さんも。うん、じゃあ。おっと、伊豆木ちょっと焼き餅かい、それは可愛いぞ。伊豆木は迷いを寄せてこっちを睨んでいる。じゃあね。ほら行くわよ、歩む。お、お、出た、Nobody knows it, the end of the world. End of this world. 伊豆木は背を向けると、さっさと歩いて行ってしまった。あ、これは訳ありだ。伊豆木絶対焼き餅焼いてるぞ。気持ちの整理がついてないな。歩が必死にそれについていく。なんだあいつ。機嫌が悪そうだが、まあ別にいいか。知ったことじゃないし。今日はサバの味噌煮じゃな。サバ釣れたんだな、さっきの魚。サバだったんやな。それサバじゃねえから、マスだから。サバは海の魚だから。サバちゃだった。マスか。いや、マスにしたってなんで素手で取れたん。素手かは知らんけどさ。そうなのじゃな。騒がしい東堂兄弟が去って、僕と佐藤さんの二人気になる。お。これはアタックチャンスやぞ。アタックチャンスやぞ。りょうすけよ。塩焼きか。塩焼きだな。醤油かけて、俺徳島出身なんで名産物のすだちっていうものがあるんですわ。うまいぞ。じゃあ、僕たちも帰ろうか。すると、佐藤さんが急に僕の手を握ってきた。めちゃくちゃアタックしてきてれる。え？アイス。ですよね。そう来ると思ったわ。この子はアイスにしか目がないぞ。りょうすけなんか見てないな、これ。あ、うん。そうだったね。そういうわけで、僕たちは商店に向かうことにする。駄菓子屋的なもんがあるんかな。アイスを買って、商店から出る。ビニールの袋を開けて、佐藤さんがアイスを口にした。
なんだその顔カルチャーショックみたいな顔したんじゃないかお前。デカルチャーなんかお前もうなんかこのなんかさ、めちゃめちゃ見た目がグロい食べ物を食べたらめちゃくちゃうまかった時みたいな顔でないかここ日本ですよ。初めて見る彼女の無表情以外の顔がよりによってこんな顔なんやな冷たい、おいしい。そして僕の方を見て、おいしい。復唱するアイス食ったことないんかお前は。よ、よかったね。あっという間にもうなくなっていた。もう一個買ってくる。あまり食べるとお腹が壊すから気をつけなよ。こくり。なんというか、この子を見ていると守ってあげないとという気にさせられてしまう。佐藤さん、家は？小鳥でいい。え？佐藤より小鳥の方がいい。そう言ってまじまじと僕を見つめてくる。これを見てさ、意識せん男子はいないと思うよ。小鳥ちゃん結構そういうなんというかね、できる子だねじゃあそういうことなら小鳥さん。何？帰り道はどっち？学校に迎えが来る。そうなんだ。じゃあ途中まで一緒に行こう。うん。それじゃあ僕はこっちだから。うん。それじゃあ分かれ道で進む方向が別になる。学校へと向かって歩いていくその背中を見ながら僕はしばらくそこで立ち止まっていた。楽しかったのかな今日一日。小鳥さんは顔色が変わらないから僕たちと一緒にいて楽しかったのかどうか判断がつかない。僕はどうだったんだろう。彼女が僕たちの輪にいて楽しかったのだろうか。楽しかったんじゃないかな。結構表情に出さんけど楽しいって思うことはおかしいことじゃないと思うんやけどな。楽しいと言いより、僕の顔を覗き込んだ時の佐藤さんのを思い出す。少し心臓が高鳴っていた。何考えてるんだ僕はお前絶対佐藤さんにさ思うつぼにされとるぞお前。いけるんか。早く家に帰ろう。7月11日金曜日。今日乗り切ったら明日休みやぞお前ら。もう今日も昨日やって休みみたいな遊び方しよったけど雨降っとる。今日は朝から雨だった。ジメジメしてて気持ち悪い。梅雨明けはまだもう少し先のようだ。気がめえるな。明日がもしということもあって朝からテンションガタ落ちだったってことはさ、もしの2日前まで遊んびよったんじゃ一夜漬けのパターンだろこれ絶対。いけるんか涼介。もしだって結構頭いい学校なのね。学校に到着すると体育館との渡り廊下でコナミに出くわした。おう、両兄ではないか。いつも早いの。今日も相変わらず変な喋り方だ。あ、変な喋り方なん。ってことはもうちょい変な声だったなあかんのかな。あ、今日に、今日も相変わらずじゃんの。あ、兄と一緒になってしまうな、これ。まあいいか。おはよう、コナミも。早いじゃん。すると、コナミは、げんなりした顔でこちらに向けてくる。やりたくもない部活の朝練があるからじゃ。何やいよ、お前。雨なのに。雨なのにー !What? はは、それはそれは。部活を引退した3年生の僕らと違って、コナミはまだ1年生なので部活に汗水流さなければならない。ん？ってことはあれか、涼介らも部活入っとったんか。何部だったんだろう。その辺教えてほしい。なんちゃら中学校の生徒はみんな何らかの部活に所属しないといけないことになっている。なるほど。それなのに部活の種類は2種類しかないため、いやいや部活動に参加しているコナミのような生徒は少なくない多分サッカーとか卓球とかそのあたりしかないんだろうな。
サッカーと野球とどっちを選ぶかみたいな、どっちも興味ない人のために、ね、興味ない人のためのなんかボランティア部的なもんがあったよな。俺の学校は同じような数だったけど、俺の中学校の時も部活2種類しかなかったもんな、入れる、うん。昨日は熊のぬいぐるみ大丈夫だったの？もう私のことは諦めているようじゃし問題なかろう。諦めるって誰がやねん。ミッキー好きらいるのが早いな。まだ所属してから数ヶ月だろ。ああ、部活の顧問の方からか。はあ、いっそのことを、運動場に隕石でも落ちてくればの。えげつないことを言い出すな、この子。浪人は知っておるか？隕石を落とす方法。やな、まず、異星人を味方にして、異星人にこびって、地球人はちょろいですよ。一気に攻めたら勝てますよって言うたら隕石落としに来るんじゃないかな。知ってるわけないだろ。そうなのじゃな。両人でも知らぬか。地球上に知っとる人おるんかってレベルやけどな。兄貴は知っておるらしいのじゃが、いつになっても教えてくれんのじゃ。知ったかしとんなこいつ。あの兄貴知ったかしとんな。結局のところ取り方も教えてくれんかったし、もう教えられないことがそこにはあるんだろうか。それいつも夏行きの嘘だからな。兄上が嘘など言うわけなかろう。ふふふ、結構疲れとんのにな。もうすでに毎日嘘ばかり疲れているというのに、なぜコナミはここまで夏行きのことを信じているのだろうか。まあコナミがそう思うならそれでいいけど。あ、そうだ、ほんと純粋な子ですよ、この子は。まだ中学1年生ですからね。最近中学生に上がった子ですからね。水木がもうすく水でロリだったんですよ、前回ね。両兄に渡すものがあったのじゃ。そう言ってコナミがポケットから何かを取り出し、それを僕に渡してきた。何これ。昨日河原で拾ったガラス石じゃ。もしかしてまたラッキーアイテム。よくわかったの、その通りじゃ。今日の双子座は運勢最悪だけど、ラッキーカラーの青いものを見つけていれば安心とのことじゃ。よく僕の星座覚えてるね。当たり前じゃ、みんな覚えてるに決まっておろう。コナミの言うみんなとは、僕と夏行きと歩夢と伊月のことである。仲いいな。なくさぬようにの。ありがとう。それじゃあ私は部活があるでな、これで。うん、じゃあね。コナミはパタパタと体育館に向かって走っていく。ガラス石ね、こんなもんをお渡されてもどうしようという感じだが、かといって捨てるわけにもいかない。とりあえずポケットにしまっておくことにした。これ後々さ、敵が攻めてきた時にさ、なんかさ浮いたりするんかな、自分の体でもて。ババアがさ絶対手に入れてやるとか言うて襲ってくるんかな、どうなんだろう。でもてさ、なんかロボット兵がとか動き出してバルスとかなるんかな、わからんな。教室はまだ生徒の数も少なく、閉鎖かな、わからんけど通している。自分の席につき、カバンの中身を机に移していると、僕より先に来ていた伊月が近寄ってきた。おはよう伊月。おはよう。おっと、機嫌直ってる、よかったよかった。ねえ、もう聞いた？何を？昨日も出たんだって、お化け。また始まった。誰が見たって？部活帰りの2年生が外から校舎を眺めたら、窓に映る人影を見たらしいのよ。勘違いじゃないの？教師かもしれないじゃん。ま、それはそうだけど。でも、それだけじゃなくてさ。なんだよ。伊月は教室内を見渡した後、顔を近づけ、ここで喋り始めた。めっちゃドキドキするタイプのやつやん。佐藤さんを校舎内で見たっていう噂もあるの。小鳥ちゃん。だからなんだよ。いや、だってさ、夜の校舎で何してるんだろうって思わない？思う。
めっちゃ思う。なんかちょっといやらしいことやってんじゃないの、小鳥ちゃん。いやらしいことはやめとこう。小鳥ちゃんファンに殴られるわ。思わないよ、忘れ物かなんかだろ。僕だっておととい夜の校舎に忘れ物を取りに来たし。何かあんた佐藤さんの肩を持ってる感じ。あっと、伊豆木ちゃん、ちょっとなんでそんな顔するの。僕と小鳥ちゃんは何もないよ、そんな関係ないよ。不満そうな顔で、あ、声で、あ、顔も不満そうやけどさ。伊豆木はそんなことを言い出す。は？夜の校舎にいたぐらいで変な目向ける方がおかしいだろ。そりゃそうだけど、気になるなら本人に聞いてみたらいいじゃん。いやよ。なんで？なんでも。語気を荒げてそう言うと、伊豆木は自分の席に戻っていってしまった。まあこの年頃ですからな。中学3年生、ちょっと気難しい時期、反抗期です。まあ涼介に反抗することを反抗期って言うのか知らんがな。どうした？朝から喧嘩か？登校してきた歩が僕に話しかけてくる。伊豆木、昨日の夕方頃からおかしくない？なんか機嫌悪いし。伊豆木の方へと視線を向ける歩。まあそうかもな。原因わからない？わからないな。なんだよ、いとこだろ。年頃の女は異星人だと思え。って、おじさんは言ってたぞ。おじさん、異星人って思わないかん。ってことはじゃ、つまり、伊豆木が異星人だとしたら、その伊豆木にさ、こびって、地球人は、まあ、脆いですよって言うたら、一石落としてくれて、コナミの言う通り、部活が中止になって、コナミわっしょいみたいな感じになるんかな。やったじゃん、コナミちゃんに知らせてこいよ、今度。娘の扱いをよく心得てるな。視線をずらす。すると、ちょうど登校してきた小鳥さんが視界に入った。出ました、問題児。今日も相変わらずの無表情。そのまま自分の席まで歩き、腰を下ろす。クラスのみんなは話しかけづらいのか、黙ったままだった。話しかけてみよう。そう思って立ち上がる。すると、その時。おう、なんだ、やけに静かじゃね。出た、静かな嫌いそうなやつ。空気を変えるやつ。元気な声を上げて、夏雪が教室に入ってくる。おはー、小鳥。なれなれしいぞ、お前。みんなの小鳥ちゃんに何、ちゃうわ、俺の小鳥ちゃんに何をするんだ。夏雪は簡単にさっきまでの空気を打ち消してしまう。なんかイマジンブレイカーモッドタイプの人間かな、このタイプ、この人はさ。おはよう、夏雪。小鳥さんが返事をすると、クラスメイトたちは安心したのか。ねえねえ、佐藤さんってさ。徐々に小鳥さんに話しかけ始めた。いい傾向じゃないか、小鳥さんに友達ができそうな気がしてきたね。ほくり。受け答えはぎこちなかったが、ちゃんと反応を見せる小鳥さんにみんなが群がっていく。それこそお菓子、落としたお菓子に群がっていくアリのように。例えが汚いな。おお、すごい人気だな。そうだな。クラスメイトたちに囲まれた佐藤さんはよく見る転校生の構図だった。まあ転校してすぐやけんな、これ。みんな楽しそうに話しかけて続ける。ちょっと、あ、ちょっと、みんな、ちょっと待って待って、みたいな顔してる。何か可愛いな。しかし、あれ？小鳥さんは楽しそうではなかった。いや、楽しそうではないというより、困っているように見える。おう。すると、その次の瞬間。あ、小鳥さん、ば。勢いよく小鳥さんは立ち上がり。何も言わずに廊下に向かって一人歩き出した。え？どうしたの？みんな呆然とその背を目で追うことしかできない。
どういうこっちゃねん。自然と誰よりも早く僕の足は廊下へと向かっていた。お手洗いだけでこんなにバッと立つか。だとしたらシュールすぎて、でもって涼介が追いかけてみたら普通に女子トイレ入っていくんやろ。あら、なんだそれって。涼介がちょっとあらってなるのもこけるわな。もうドリフでないか、そんなん。新喜劇でもやいよんか。小鳥さん。いや、涼介。どうしたの？大丈夫？小鳥さんは立ち止まって僕に向き直る。あんなに人がいたのを初めて。どうすればいいかわからない。あ、それはあのさ、綾波レイが言うたあのどんな顔すればいいかわからないの的な感じ。笑えばいいと思うよ。怖かったの？怖い？わからない。忘れてしまった記憶と関係しているのかもしれない。大丈夫？授業出られそう？小鳥さんはしばらく黙った後、こくりと、うなずいた。よかった。ちょっとこういう感じのに慣れてないんやな。コミュ障ってやったんやな。若干人当たりがあんま上手くないタイプなんやな。クズなんだな。クズは言い過ぎや。教室に戻るとみんなはもう席についていて、腫れ物を触るような顔を小鳥さんに向けていた。やめろお前ら。小鳥さんはな、腫れ物ちゃうぞ。ちょっと人当たりがちょっとない苦手なだけなんじゃ。いい人だぞ。可愛いだろ。いい人なんだ。可愛いぞ。可愛いぞ。もう小鳥さんをちゃんと見ろ。可愛いぞ。ほとんど可愛いしか言ってない件について。次の休み時間には小鳥さんに話しかける生徒は激減し、昼休みには僕たち以外は誰も話しかけなくなっていた。第一印象点が悪くなってしまった。小鳥さんはいい人なんやけどな。うわー、やっと授業終わったぜ。イエーイ。おい夏ゆき、暗い話をしてるんだ。お前テンション上げるな。空気読め。そんなこと言ってもしょうがないんやけどさ。午前の授業が終わる。あ、今日も昼までか。立ち上がった夏ゆきはカバンを持って廊下へと向かっていく。ちょっと待ちなさいよ。どこへ行くつもりよ。はあ、そんなん帰るに決まってんだろ。今日は午後も授業があるぞ。なんじゃそれ。夏ゆきだけ午前中で終わるって思っとったんじゃ。頭が脳天気だこの人は。ん？なんだその顔。午前授業は昨日までの話だ。ああ、なんだってなんだその反応。めっちゃ目見開いてる。昨日先生もそう言ってたじゃん。カバンを自分の机に置くと夏行きは教室を飛び出した。なんだってうるさいぞお前。あ、うるせえな。涼介も同じこと言うたわ。なんでわざわざ廊下で叫ぶのよ。迷惑なやつね。すぐに教室に戻ってくる。ってことは今から給食じゃねえかよ。切り替え早いなお前。今日の給食なんだっけ。切り替え早えよ。あー、涼介でまた被ったツッコミが。多分夏行きの好きなものはハンバーグとかそういうお子様系だと見た。知らんけど。配膳が終わり給食の時間になる。給食は班ごとに机をくっつけて食べるのだが、僕の隣の席は夏行きと伊月がいるという組み合わせ。おお、いいやん。僕の自分の給食を食べつつ二人の会話に耳を傾けていた。いつも思うんだけどよ。何よ。なんで給食はいつも牛乳なんだよ。ご飯と全然合わないじゃん。そりゃ栄養バランスを考えてやけど、牛乳嫌いな人もおるのになって感じではある。というか飲み物、牛乳って結構嫌いな人がおるイメージのある飲み物な気がする。それな、ゆうた、お前も牛乳嫌いなんか。俺結構バリバリ飲むタイプ。どう言って二人目来たよ。牛乳嫌い意外とおるんやね。
牛乳栄養やけんね。あ、お茶も飲むやって。あーダメだよ、成長期なんだから牛乳飲んで成長、栄養取らないと、カルシウム取れ。だからお前たちは短期なんだよ。発育のためにはカルシウムが必要なんでしょ。私は好きよ。おっさ、いずきちゃんだから可愛いんですよ。皆さん見てくださいよ、この子は牛乳を飲んでいます。牛乳を飲んでいるからこそこんだけ可愛いんです。わかりますか。多分男でも同じことが言える。牛乳を飲んだらイケメンになれる。これだ、イケメンになる方法だ。でもこれはちょっとな、給食がある時にやっておいた方が良かったタイプやな。もう俺を手遅れ。その割に発育、いや、なんでもない。ああ主に胸、いや、なんでもない。俺とそんなに変わらないな。いや、なんでもない。バシッ、きたー、伊豆木のダイレクトアタックだ。これはカニ袋の尾が切れている。いとー、いい加減にしないと怒るわよ。殴ってから言うな。まあこれもなんつうか夫婦の漫才みたいな感覚です。いつも通りの光景である。平和です。隕石なんか落ちてきません。隕石なんかまあ落ちてきません。そういえば佐藤さんは彼女がことが気になって教室の、セミの班へと視線を送ると、ん？そしたらみんなイケメンだな。その通りです。そしてちょっと今回はこの辺で終わっとこうかな。ちょっとね、あれですよ、次回に回しましょうよ。あの小鳥さんがどうなっているかっていうのは、小鳥ちゃんがねどうなっているかって、牛乳飲んでるかな。彼は、彼じゃないよ、彼女だ。これロードやし、読みたらロードやしこれ。オッケー、牛乳飲まないとダメだよ、成長しないよ。俺結構牛乳好きでね、もう誰かが休んどって牛乳が余ったらみんなでジャンケンしよったからね。俺ジャンケン弱いから負けてたけどね。牛乳手に入らないんだよね、なかなか。うん、よっしゃ、まあとりあえず今回の収録生放送はこれまで。ご視聴ありがとうございました。仕上げ